さて続いてご紹介する企業様なんですが、はい、ミシェルさんもやはり病院っていうのはだいぶお世話になってますよね。病院はね、もう外科から、はい、内科から突然のインフルエンザからね。あ、そうですよね。ありましたね。ただ病院ってたくさんあるじゃないですか。どこに行けばいいって悩むことも少なくないですよね。はい、これは本当に悩みますね。そうですよね。そういう今日はそうなんです。なるほど、私が良くて今回次にご紹介しますのは、どこに受診すればいいのかと不安で悩んでいる患者さんのために新たな医療サービスを提供されているこちらの企業様です。助かります。現在日本が多く抱える課題の中に、医療業界に潜む深刻な問題がある。それは患者が本来診察を受けるべき病院と実際に通う病院に相違が生まれていることだ。専門的な分野に特化した医師と患者が抱える病状、その2つを正しくつなぎサポートできる新たな医療モデルが早急に求められていた。そんな最適な治療の橋渡し役となり、健やかな未来を切り開いた男がここにいる。一般社団法人日本の医療を研究する会代表理事川田悟。10年間武田薬品工業で培った経験を生かし、平成26年12月にスタートした日本の医療を研究する会。その社名が物語るように、日々患者と医師における医療の在り方を考え続け、燃やし続けた熱意と確かな技術、そしてその先を見据える明確なビジョンによって、誰もが望む新たな医療モデルを体現し続けている。今回は川田悟をスタジオに招き、医療現場の実情からこの先の展望まで詳しく話を聞いた。現在の医療現場での実情をちょっとフリップを使ってご説明いただければと思うんですが、はい、国が急性期病院と慢性期病院と診療所、在宅、まあ、お家ですね、はい、こういう機能に分けてるんですね。ここに対して、まあ、そのレベルというか、まあ、技術に合った診療報酬という、国がこういうお金で患者さんからお金をいただきなさいというふうになっている。でこれがまあいわゆる大学病院ですとか、まあ、総合病院、急性期病院ですね。で、まあ、診療、まあ、慢性期病院はちょっと割愛しますけど、診療所っていうのは、はい、まあ、町によくあるクリニックさんですね。何そうですね。で在宅というのはもう家でその治療が受けられるというような仕組みのところにこう分けている。でこの間にあるのが、まあ、その慢性期病院と言われる、この急性期で治療が終わった、大学病院とか治療が終わった後に患者さんがいる回復期病院と言われるところに、まあ、大まかに分かれているよと。それぞれはしっかり連携するようにっていうふうになってるんですね。うん、そうですね。国としては、この地域の中で患者さんがどこで治療を受ければいいのかっていうのをしっかりと地域で患者さんを支えていこうというのが日本の考え方ですね。こういう医療現場の体系となっている中で、その日本の医療を研究する会っていうのを立ち上げられたきっかけってどういうことだったんですか？私が2004年から2014年まで武田薬品という製薬会社にいまして、ここにいらっしゃる先生方、ほぼ全ての先生方を担当させていただいてたんですね。でそれぞれの、まあ、大学病院の医師、診療所の医師、まあ、回復病院の医師とお付き合いさせていただく中で、それぞれの、まあ、悩みがありましてですね、まあ、大学病院でしたら、ここに例えば、まあ、風邪をひきましたと言って来てしまう患者さんもまだいるわけですね。その患者さんを見てる間に重大な病気で運ばれた患者さんが見れなくなってしまったりとかっていうミスマッチが起きてしまう。いやでも今ありますよね。反対に診療所にじゃあ、がんの検査で肺がんと言われてしまったんですけどっていうところに来てしまうと、ここで検査機器は置いてませんから、はいはい、なかなかそのがんを治療する診断、もう一度診断して治療するっていうことは、まあ、機能としてはないわけですね。そのギャップがそのまま医師の悩みですとか、まあ、ストレスフルな環境になってしまっているっていうのは状況を目の当たりにしまして、はい、こういうマッチングをしているモデルっていうのは全国的にもあるんですか？全国的にはもう国が推進してますし、現場の先生方 もう医師はじめ先生方、医療関係者は理解はされてますけども、
なかなか進まない現状ではありますね。それはまあ患者さんが日本のそのいつでもどこでも誰でも同じ費用でっていうところでいくと、まあそこまで患者さんも深く考えない、お医者さんであれば全部同じでしょうというような。あ、でもそうかもしれないです。私どもは先ほどフリップでお出ししました診療所に特化して、患者さんをまず最初に見て、まあコーディネートしていくっていう機能を作るっていう仕組みを作るっていうところにお手伝いをしているところですね。それとやっぱり患者さんがどこに行くべきかっていうのがまずクリアになる点が非常に大きなメリットと、医師も自分のその専門、ご自身の専門に合わせた患者さんが来てくれるので、そこでマッチングがずれにくいっていうのがメリットですね。そこに目指すためにクリニック、診療所でこういう疾患はこういう病院に行ってください、こういう病院に検査してくださいっていうのをしっかりとこうコーディネートしてあげるというのが、まあ我々が支援している一番のクリニックですね。我々は我々のできる地域で我々できるこう提案をすることが全国に広がっていくだろうというところで、まずはそのローカルで進めていくというのがうちの強みでもありますね。このモデルを作られる中で苦労された点とか工夫された点ってありますか？医師のように体系的に医療を勉強してきたわけではないので、全ての疾患、まあ、疾病の知識がまず当然ないというところと、医師とやはり対峙してお話しする機会になるとどうしても知識が少ない状況がまあなるわけですね。そこが一番勉強してもしても足りないというところが非常に最初大変です。今もまあそれはずっと続いていることなんですけど、でもやっぱり新しいことを始めるときには、その医師の皆さんの賛同ってすぐにこう得られたわけではなかったんじゃないですか？そうですね、やっぱりまず信頼がまず最初に、私28で武田君入ってるんですけど、まあ何もない状態で一から勉強してますので、最初は当然なかなか先生方とお話することもままならない状況でしたけど、機能で分かれてるっていう大枠を理解して、そこにいらっしゃる先生のマインドっていうのはこういうことだろうという仮説が立ちますので、それをもとに話しかけていくと、やっぱり分かって、こいつは分かってるんだな、彼は分かってるんだなっていうところから、この当たり前のモデルですよね、国が推進するので、こういったモデルを実際にやるっていうところまで行った時に、先生方はまたさらに違うステージで信頼していただけると、自分たちにとっても、まあ医師自身にとっても、お患者さんをしっかり自分のテリトリーしっかり見れるっていう仕組みになりますので、でそれ患者さんも幸せな状況になりますから、そういったことに関しては非常に先生方が賛同していただいた。そんな中で作られたのが新横浜ハートクリニック、ね、そうですね、今オープン準備中ですね。あ、そうですか、はい、7月にオープン予定になります。どんなクリニックになるんですか？心臓専門ですね。心臓専門ですか？ハートクリニックですので、それはもうご協力していただいている先生がいらっしゃって、やはりまあ心臓といえば、まあ、新横の駅直結ですので、まあ、全国からもそもそも来ている先生方を狙ってきている患者さんなんですけど、はい、手術になるかならないかっていうの分からないまま、その有名な先生に行ってしまう、それでもいいんですけど、やっぱり一回その心臓のクリニックで検査をして、この患者さんは手術をするのかしないのかっていうところを判断して、不安を解決して開ける。大学病院行ってしまうとどうしても待ってしまうっていうので、その前に同じマインド、同じ考え方を持った先生方で患者さんを包み込んでいくという趣旨のクリニックですね。そして最近セミナーも開催されてるそうですね、はい、それは6月10日に、これも横浜を代表するランドマークというところで、患者さん、市民の方に心臓と前立腺がん、前立腺がん、あとは心臓を悪くなった方、悪くなりそうな方にちょっと運動をしてもらう、それがどれだけ大事か、なかなか難しいんですけども、それがどれだけ大事かっていうのを科学的に理解していただくセミナーをやる予定ですね。これはどういう、これはこれが一つ同じ領域で、こちらがまあいずれも早期発見のキットなんですね。家でできるって言われてた女性用がん総合検査、はい、
これは女性用がんの方は血液が、血液検査セットなんですね。そうですね。これ自分でできるんですか。そうです。家に買いますと、はい、家に届きまして、はい、指先に針を刺して、はい、あーそれで、うん、でおさお、まあ、入れて送る、はい、そうすると結果が返ってくる。どれぐらいで返ってくるんですか。1週間か2週間ぐらいです。早いですね。これは、まあ、乳がん、うん、乳がんの、うん、はい、うん、今すごい乳がんの患者さん増えてますけど、10人に1人がなる時代なんですよね、うんうん、これはこう取っていただいてグローブ、一般で女性が触ってあのしこりがあるかないかを部位別にチェックできるよ、部位別にね。ここでこの新たな医療モデルを現場の医師たちはどう思っているのか話を聞いてみた。まあ、我々急性期病院を新幹線のメインの駅だとどうやるならば、各地域の開業医の先生やいろんな検診センター診療所は一般の鉄道の最寄り駅だと思うんですよね。そこが複雑に、そのアクセスが複雑化しちゃうとすぐメインのステーションに行けなくなってしまうので、ダイレクトに行けるようなその組織づくり、その連携ラインを作るのはとても重要なことだと思っています。まあ、とにかく患者さんっていうのは不安なんですよね。不安を感じて皆さん病院に行こうとするんですけれども、なかなかアクセスがない、まあ、どこへ行ったらいいかわからないで、あるお医者さんのとこ行くと病気なのか病気じゃないのか、治療が必要なのか必要じゃないのか、これはもう関係ないです。とにかく不安を感じた方っていうのはみんな患者さん、そう呼ばれるべきであり、今回、まあ、新幹線の駅にまあ、すぐ直結した状況でですね、まあ、クリニックっていうことでもう本当の専門医療、専門治療っていうことができる場ができる、まあ、それはもう本当に画期的なことじゃないかなと思って、まあ、僕自身も大変期待しております。不安を抱えた患者さんの不安を解消する場というふうにしたいと思うんですね。医療現場の問題解決のため飽くなき挑戦を続ける川田悟。そんな男が見据える今後の展望とは。今後はその新横浜ハートクリニックと同じ仕組みを都内と関西に出す予定ですね、はい、やはり地道に、まあ、粛々と愚直にというのが私が尊敬してやまない医師の言葉なんですけど、一歩一歩この仕組みを作っていきたいなというのが次の展開ですね。もうまさしくもうラグビーと一緒だよね、うん、一歩一歩前に進んでいくっていうね、まあ、今日はあの大切な話をありがとうございました。ありがとうございました。